で簡単に、塩の、味を作ります、冷凍味の作り方です。で口の開いてない味を選んで、こういう風にビニール袋に入れていきます。で、塩混ぜます。大体これぐらいでいいと思うんですけど、ここに入れて、あとはもうこうシャカシャカシャカと振ってください。でもうこのまま、冷凍庫へ保存するんですけど、味同士がなるべくこうくっつかないように、冷凍庫へ入れておく方がいいです。まあ、こういう風にして閉じて、であと他にも何匹かあるんだったらこういう風に上に重ねていけば、これで大丈夫です。